逆再生で挨拶してほしいです。みなさん、こんにちは、ひょきんさん、チャンネルの人です。はーい、渋谷ショパンです。ということで、みなさんこんにちは、オルタナチャンネルの内藤です。言うの？あ、そう言わないでしょ。ということで、お待たせしました、4月の質問コーナーということで、1ヶ月に1回やってる質問コーナーですけど、はい、今回もちょっと時間がなかったんで、ツイッターで質問の方を募集しました、はい、みんなたくさんの応募ありがとうございます。ありがとうございます。すぐ4月の質問コーナー行ってみましょう。まさゆちゃん、もし自分が女だったらどの YouTuber と付き合いたい？誰だろうな。俺は結構もうはっきりしてる。誰？いいよ、言っちゃって。俺はもし自分が女だったら、釣り目やっぱ癒し系じゃん、優しい。あ、だから多分一緒にいてね、すごい落ち着くと思うんだよ。だから俺は釣り目かな、アバンティさん。ああ、釣り目が来た。違う違う結構悩んでるね。そんな悩むそんな悩む。まあ、二郎かな。カリスマブラザーズの二郎。あ、そうなんだ、うん、予想してなかった答えだな。え、どういうところが？なんか、多分男らしくて、うん、かつ包容力がある感じだからでも釣り目とちょっと似てる感じはあるよね。アミョンちゃん、YouTuber の職人何職業YouTuber の職業病って何ですか？常にカメラを回さないともったいない気がする。常に YouTube 開いちゃうみたいなね。あれね、パソコンで常にさ、タブがあってさ、一つは YouTube だもんね。そうそうそう食パン1分チャレンジしてください。なんか最近あるよ、ね、最近流行ってるよね。何使ってもいいから、とにかく1分以内で食べきる。よーい、スタート。あっ、取れない。邪魔。あっ、ダメだ、取れない。あ、これきついわ。あ、水あるとだいぶ楽。きついやばい。あごめん。でもあごめん。はい。残り15秒。あ、入った入った入った。飲まない飲まない。終了。寿司ラーメンリックに電話して告白してください。さあ、リックン出るかな。今日休みの日だから多分出ると思うんだよ。どっち行くね。あ、本当だ。切られた。切られた。嘘。嘘。切られた。嘘でしょ、リック。いや、そりゃ切るよ。俺も切るもん。嘘だ。なんかやってるのか。今実験中。リックンから返事来た。すいません、教習所います。電話出たかったです。今教習所で運転してたのかな。やばいよ、リックンが車手に入れたらよりやばい実験やってるよ。確かに、どこにでも行けるから。どこにでも行けるから、今後のパワーアップに教習所で通ってんだ。友達にオルタナチャンネルを知ってもらいたいのですが、なんて紹介すれば見てくれると思いますか？これ結構難しいよね。難しいね。オルタナチャンネルって一言で言えないもんね。確かに。だから腕毛とイケボって一言でなんないでしょ。やっぱ動画を直接見せてもらうのが一番いいかもね。あ、そうだね。ぜひそれでお願いします。イケボで愛してるよゲーム、これリクエスト多かったね。愛してるよゲーム今流行ってるから。今流行ってんね。あ、これこれはずいね。二人だからね。だテレだから、テレって言う方もなのに言われる方も。いくよ。ちょっと待って。どっちもアウトだよ今の。ちょっと面白いなこれ。愛してるよ愛してる。ん？愛してる。愛してるよ。ちょげてんだもん、だってガキ使う山崎芳生さんみたいになってる今更ですけど、ウィンの由来を知りたいです。ネットで調べたけど出てきませんでした。これは深い、いい質問です。ウィンとは何なのか。これはウィンターアゲインの略なんですね。絶対嘘だよ。ウィンターアゲインのウィンなんですよね。絶対後付けだよ。ウィンターアゲインエンドスプリングカミング、冬が来てその後春が来るよ。だからどんな暗い日でも明けない夜はないという。ダサすぎる。スノーで顔交換してツイッターに上げてください。いそうなんだよな。いや、いるね、これ。いるよ、いるいるいるよいるよ、こういう人。こっちの方が良くない、逆に。もう意外と違和感が出てね。内藤さんの目って大きすぎないですか？全然そんなことないよ。この4枚の中で一番好きな渋谷はどれですか？あれさ、渋谷ってさ、 YouTuber の中で一番顔変わってんじゃない、これ。これ言うと一番変化激しくない？一番いいのは左上かな。じゃあ渋ジャパどれがいい？いや、左上でしょ。まだまだマシでしょ全体的に点数は低いけど、まだ左上がいい左上が優勝です。渋ジャパさんは本当にヨッチのこと愛してますか？愛してません。ジェスチャーで商品紹介やって。
なんで前回もこぼしたけど、なんでこぼすんだよ。春といえばって答え一致させてみて。じゃあいきますよ、思い浮かんだ。これいけると思う、いけると思う。じゃあいきますよ、春といえばで、せーの、桜。おお、来た。もう学校辛くてやっていけません。どうしたら楽しい大学生活を送れますか。で、大学生活は大学、俺もクラスに全然友達いなくて、一緒に行動したりはしてなかったけど、俺はサークルが楽しくて、サークルとか行ったり、あとバイトしたりで、なんかその大学の中だけじゃなくて、なんか外の方で結構楽しかったな。ああ、そうだね。俺もだからもう本当に大学にいるのがメインじゃなくて、うん、もう旅行ったりとか、好きな仲間作ってとか。いいね。だから本当にバイトに燃えたりとかさ、うん、YouTube 始めてもいいんじゃない。確かに何でもできるから。そうだから大学の外へ外へ飛び出して、そうだね、うん、そうすればね、なんか楽しいことが見つかるかもしれないです。カンナムスタイル踊って渋ジャパ、おっぱカンナムスタイル。トゥーって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 最後はじゃんけんしておろうということで、4月の質問コーナー楽しんでくれたら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方お願いします。それではいきます。最初はブンブンじゃんけんぽい。またね、バイ。